はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はレコーディングの中でも一番難しいと言われていますアコースティックギターのレコーディングについて少しポイントをまとめたいと思っています。僕は今から約10年前の2012年の島村楽器のコンテストでアコースティックギターの音を評価されてファイナリストとなって、今このようにして音楽を仕事にしています。2012年が僕の本格的なスタートになったわけです。今日は僕が一番得意としてきたそのアコースティックギターのレコーディングについていろいろ話していきたいと思います。村長ミュージックスタジオ。はい、今画面にありますようにレコーディングテイクを2つ作りました。基本は黄色のテイクが第1回目、赤いテイクが第2回目、そういう風にしてレコーディングをしたわけです。レコーディングするときはこのようにテイクをいくつか取ります。 DAW の使い方に慣れていない人はトラックを1個、2個、3個と増やしていくのも、初心者の人にはそういうやり方が定着していると思うんですが、 DAW の方ではほとんどのソフトの中でコンピングという機能があります。そのコンピングを使えばもっと便利になります。コンピングの前にまずはレイヤーです。画面の下の方に注目してください。今回使うDAW はスタジオ1ですけれども、下の方にギアマークがありまして、そのギアマークを押すとこのようなエリアが出てきます。そこにテイクをレイヤー化というのがあります。これで録音をしていくと、この黄色のトラックのようにまず第1回目がレコーディングできて、その次が第2回目というふうに自動的にこのように増えていきます。そうやってレコーディングが完了したものとしましたら、コンピングという機能はどのようなことでしょうか。最後に撮った赤いレコーディングのデータが上の青いデータのところに初めはそのまま入っています。そしてオルトキーを押しながら押すと、そこからそのフレーズを聞くことができます。上の黄色のトラックでやってみましょう。はい、このようにオルトキーを押しながら押さえると、そこを聞くことができるわけですね。そして今アイコンが I のマークになっています。そこでこのように欲しいところをなぞっていくと勝手に上の方に行きます。今度は黄色の方のエリアで、やるとこういうふうになります。このように欲しいところをどんどん取っていくことにより、コンピングという作業ができて、一番上のところにその2つのいいところだけを抽出したトラックが出来上がります。このようにテイクを聞きながら2つ取ったテイクのいいところを取っていく、まずこの作業をしてトラックを整えます。このようにしていいとこ取りができましたら、もういらないテイクは削除しても大丈夫です。次はこのトラックを選択しまして、オーディオベントツールというのがありますから、この状態にしながら分析を押します。はい、するとこのように分析ができて、縦にスライスが入ります。その後このベントツールを用いてタイミングの
狂っているところを修正していきます。ここは8分音符のアルペジオです。このように問題のないところはいいんですが、ちょっと遅れてるところ、ちょっと突っ込んでるところ、そこらをこのようにして修正していきます。基本的にオーディオの編集はあらかたこのようにしてできたことになります。ちょっと今の時点でどんな感じか聞いていただきましょう。はい、こんな感じのアルペジオが今入っています。じゃあこれから編集に入っていきます。編集で大事なのは、まずはギターのノイズを取ることです。ちょっと聞いていただきましょう。僕の場合、アイドトープの RX もしくはウェイブスのデッドノイズ、この2つを使うことが多いですが、 RX はとっても今安くなっていますので、こちらを使って説明していきたいと思います。最初 RX はこのアダプティブモードというモードになっています。いわゆる自動で判断するわけですね。ちょっと聞いてみましょう。こんな感じなんですけれども、若干シャーというノイズが入っています。まずはそのホワイトノイズなどを取りたいわけです。RX を使っている方は、あまりマニュアルを読まないで使っていると、僕の知る限り約半分ぐらいの人がこのまま使ってしまっています。確かにある程度のノイズは取れるんです。ここでリダクション量を変更したり、もしくはここでスレッショルドを変えることによってこれでも取れたようになるんですが、正確な使い方はこれはある意味間違っています。アダプティックモードを一旦外しまして、ラーンというのを押しながら、今上に選択してますように、いわゆるギターの音がない、そしてマイクがオンになっているところをこのように短く選択をしてループさせます。そこでこの音を分析させます。今このラーンというボタンを押したら、このようにノイズを分析してくれています。そしてこれでラーンを一旦外します。これでようやくノイズがなくなりました。このリダクションを下げてみましょう。ノイズが出てきます。ヘッドホンとかで聞かないとわからないかもわかりません。このように若干薄いノイズがあるんですけれども、これでノイズがなくなるところまでこれを上げていきます。その時注意点ですけれども、特に楽器の場合は、このオプティマイズのところをミュージックにし、そしてフィルタータイプをジェントル、これにしておくと良いでしょう。これでギターのホワイトノイズが取れました。ちょっと聞いてください。はい、綺麗に撮れています。ここでリダクションを多くこういうふうに上げればよく撮れますが、
これを上げすぎるとギターの周波数のところにも影響出ることがありますので、下の方から順番に上げていって、もうここで音がなくなったというところでやめておくのが一番いいノイズの取り方です。次はギターの場合、どうしても爪が引っかかったり指板をこする音がたくさん入ったりする場合があります。ちょっと探してみましょう。はい、今ここにもキュッっていう音がありましたね。この辺です。赤くなってるところあたりです。ここらにもありました。で、まあここが特に分かりやすいと思うんですが、このところをちょっとループさせます。そして今回アイドトープの RX の8というバージョンからギターでノイズというこういうツールができました。ここでピックの当たるちょっと強い音であったりとか指板をこするような音をリダクションすることができます。一度まず外しておきながらつけていって少しマシになるか皆さんよく聞いてください。はい、これを入れただけでキュッという音がなくなりましたね。出てきました。どこまで上げるか、はい、ギターを弾く人にとってはこの指板のキュッキュがとっても気になって、ある程度はあった方が生っぽくていいという意見もあるんですけれども、あまり大きな音はこのように取りたいです。これができるようになりました。そしてギターの引っかかる音もこちらのピックという機能で随分低減できます。バイパスしてみます。はい、このようにギタリストの永遠の悩みがかなり軽減できるこの RX8 のギターでノイズはとっても革新的な技術だと思います。ただしこれも取りすぎるとギターの生っぽさが悪くなるので少し注意してください。次はギターの音を整えていく方法です。僕の場合3つぐらいの手法を試すことが多いです。今回はインパルスの波形を使ってより生のギターのような音に近づける手法を少しお話ししたいと思います。今画面に出したソフト、インパルシブというソフトウェアです。3シグマオーディオという会社が開発しています。ちょっと見てください。3つのギターのインパルスを購入しました。ここがマーチンの45、そしてこれは高峰ギターです。そしてここはテイラー。このようにインパルスがあります。これを開けますと、ここで選ぶのはどんな感じで録音しましたかということです。例えばアコースティックを選ぶと ES2 という有名なテイラーのピックアップ、これをですねエミュレーションした
そういうインパルスがあります。今回はピエドヘッドで LINE 入力をしましたので、このピエドを選びます。そうすると次は録音した周波数を聞いてきますので、これは今回 44.1kHz、 これで録音しました。そしたらここにピエドの1の A、 1の B、 1の C、 また次は2の A とかいうふうにして、全部で大きく5種類、そしてここをダブルクリックしますとこの波形が変わりましたよね。はい、このようにですね、特に低音の出方が基本的に3種類ありますので、これは好みで選ぶことになります。ちょっとループさせて音の違いを聞いてみましょう。まずはバイパスから。なんとも言えないピエドヘッドの音ですよね。これを入れてみまして、そして一番上をまず選択します。聞いてみましょう。一気に箱鳴りが出てきました。ちょっと今リバーブが入っていたので、もう一度やってみます。先ほどのは低音が強いでしたが、僕はこれぐらいが好きです。この低音が削られた B というパターンが僕の場合は好みかなという感じになりますし、この低音高音のフィルターをかけることもできます。さらに低音を削りました。こうしてやっていますが、今トラックはモノラルで表現されています。もちろんモノラルで録音したんですけれども、スタジオ1では簡単にトラックをステレオに変えることができます。ステレオにすると広がりが一気に変わります。一度モノに戻します。このようにトラックをステレオ扱いするかモノラル扱いするかによって音像は変わりますので、ここらも好みに合わせて作っていくと良いでしょう。これで基本的な音のアウトラインを作れたことになります。ここからはイコライダーで自分の好みに調整していきます。僕は最近ブレインワークスのデジタル V3、 これが案外好きで好んで使っています。このイコライダーの特徴はここにプレセンスシフトというのとベースシフトというのがありまして、下のグラフを見てわかるように
プレセンスシフトというのは高音部分をこのように持ち上げるんですが、独特なカーブを描きながら高音を持ち上げることになります。低音はこのような感じです。これでプリセットをまず選んで、ギターのアコースティックというのを選びます。まずはこのようなプリセットラインができます。ちょっとこれで音を作っていきましょう。まずはバイパスから。入れます。あまり大きくは変わってませんね。これで低音をもうちょっと抑えます。このイコライダーはこのようにすぐにソロにできますので、音を探りながらどの辺を上げたいかを選んでいきます。ちょっとこの辺が気になるので、この辺を少し落としてみます。バイパスします。はい、ちょっとモコッとしたのが綺麗に取れましたね。入れます。かなりスッキリしたと思います。今回の楽曲はどちらかというとフォークソング的なアルペジオですので、コンプレッサーはあえてかけていません。コンプレッサーをかけないでもう少し長いフレーズを聴いていただきます。のギターをオンにします。どうでしたでしょうか。今回テストに使わせていただいたギターは、先日からドラマ北の国からのギターで有名な坂本昌司さんの楽曲をレコーディングしてるんですけれども、そのレコーディングデータを少し拝借してギターの音源の作り方を勉強してみました。続編もやりたいと思っていますので、皆さんまた関心があれば見てみてください。よければチャンネル登録などよろしくお願いします。村長でした。